高校サッカーアナウンサー座談会よー、楽しみにしてました。イエーイ。今回で100回大会を迎えた全国高校サッカー選手権、数々の名場面を生んだこの大会を、今年の県大会で実況ベンチリポートを務めた高校サッカー大好きアナウンサー3人が熱く語ります。これ持ち時間とか決まりあるの？今のところ聞いてないです。木下さん、あと一つ気になるんですけど、マイクは何なんですか？これ一応実況アナウンサーのプライドというか、2人は何マイクしてないの？大丈夫なの？用意してないから私たちそれ。本当に木下さん気合十分だからもう。ということで最初のテーマは記憶に残る名ゴール集です。あるね、それは。県大会で特に印象に残っているゴール3つにそれぞれタイトルをつけてもらいました。まずは木下アナから。映像を見ながらお話していこうと思います。98年の富山第一対水橋の決勝戦、1点リードしている水橋高校がこれなるのか、大リードで、このまま全国大会行くんですけど、決めたのは11番の若木選手なんですが、このキッカーの長谷川太一さん、今水橋高校のコーチの方、これ太一さんなんですね、はい、平成10年10月10日に10番のお膳立てで試合が決まった。10尽くし。全国大会出場決まったのがなんと昭和63年以来10年ぶりだったっていう。こんだけ10が続いたっていう、もう絶対忘れないゴール。そして今度は81回大会、これはね、僕が実況人生で一番たくさんゴールを言った試合なんですよ。これ富山第一高校が延長後半に勝ち越して4対3になる。これでもう7ゴール目終わりかなと思ったら、その5分後に水橋がなんと直接フリーキックが決まってゴール、4対4。この時点で僕100分実況してます。すっごい雨の中、選手もいっぱい変わったし、イエローカードも7枚ぐらい出た激闘だったんですよね。さあそして3つ目はその次の年、虎視眈々、今水橋高校の身長155センチのキーパーがまだ出てるんですが、その身長を超えていった見事なロングシュート、これね、ハーフウェイラインの手前から打ってるんですよ。富山第一高校キャプテンの袖野選手なんですけれども、このキーパーの石田選手と中学時代同級生だったの。で癖を読み切って、もうほら蹴った後に振り返って、もう勝利を確信してるというか、一つのゴールにここまでドラマあるんですよね。だからそうなんですよね。という、僕が記憶に残るゴール3つ挙げるとこれかなと。ちなみに私も釣崎選手の直接コーナーキック選んでるんですよ。6歳上の兄が水橋高校サッカー部に入部した年なんですよ。会場にあの場にいたってことじゃん。いました。。直接コーナーキック左で綺麗にこう巻いて決まったじゃないですか。これはもう次の練習から練習しましたね。かっこいいと。網谷少年に影響を与えた魔法の左足ですね、これは。これだ。では続いて残る2つがこちらです。まずは初実況のシーンですね。富山第一高校の9番中崎選手のゴール、28番の木田剛さん、かましてシュート。最高、本当にうまいんですよ。ただ本当に反省点の多いシーンなんですね。できればシュートの瞬間名前を言ってあげたかったっていう思いもありますし、この日中崎選手誕生日だったんですよね。なかなかこうタイミングが合わずで、終盤の方でようやく言えたとか、もう反省の多い瞬間だったんですよね。そして私のアナウンサーの原点となった、自分が高校3年生の時の決勝戦、自分は出ていないんですが富山第一高校対水橋の一戦ですね。うわ、難しい、覚えてる、藤井選手。はい、この時は上野さんが決勝戦の実況してたんですけど、このゴールをアナウンサーの原点とつけたのが、私この決勝戦はもちろん出ていないんですけども、富山第一高校とのベスト8での試合で敗れて高校サッカーを引退することになったんですが、上野さんが冬の選手権まで中部高校で部活をしていた6人の名前をブログに書いてくれて、たった4文字なんですよ、この網谷辰巳という。ただそれが人生の大きな岐路になったといいますか、僕もこの仕事がしたいなと思って。いい仕事してるね。いやいや、でもだからそれ聞いた時はもう本当にあの時書いてよかったなって思ったし、人生を決定づける日記をかけたっていうのはすごく嬉しいなって思いましたね。続いて上野さん。私上野の記憶に残るゴールこちらです。
2009年88回大会、あの県大会初実況で、両チームの準決勝の戦いの模様をご覧ください。松浦監督ですね。10番の和田裕也、中をちらっと見た。15番の森がフリーになっている。15番の森、頭まで決まった、ゴール。そう、日本テレビであった研修でまず褒められたんですよ、このシーンで。何で褒められたかっていうと、向こうのサイド10番の和田裕也、中をちらっと見た。なかなかその中をちらっと見たっていうのを、その県大会の初実況だろって言えないよと言われて、すっごい私戦後になってたので言ってたら、10番の森がフリーになっている。10番の森、頭まで決まった、ゴール。はい、上野、決まったゴール、これ重複表現だから、ボキーンですよ。嬉しいね。そうやってゴールシーンももちろんそうですけれど、ちゃんとね、日本語としても徹底していこうよっていうのをすごく言われました、私は。で、人差し指のみっていうのはこちらです。大塚翔選手、ホイッスルはありません。これ大塚のシュート、全国制覇する1年前の県大会なんですけれど、この大塚決めた指、素晴らしいですよ。大きな展開、意味があるんです、この。でもう一つスーパーゴールなんですよ。これは本当にスーパーゴールだと私が思ってて、富山南高校の川上選手なんですけど、ディフェンダークリアして、ここ山崎がドーン。これはすごいわ、ドラッソ。しかもこれね、利き足じゃないんですよ、実は。おお、逆足だ。そう、逆足で、これであのシュート蹴れるんですね。かっこいい。これで選手権決めたっていうね。強かったね、この時の南は。そうなんですよ。大塚翔選手なんですけれど、2年生の時のゴールなんですよね。で、そう、これあるじゃないですか、この。で、私なんだろうなって思ってたんですけど、実はこの人差し指には意味があって、1年生の時も県大会出てるんですよね。先ほどあった富山南相手に敗れてるんですけど、惜しいシーンあったんですよ。抜けるか、抜けるか、スペース抜けた、大塚のシュート、外すんですよ。後半33分なんで、これがもし決まってたら同点だったっていうシーンで、実はお父さんが指導者されているっていうことで、その息子だから出してもらえてるんだろうと、すごくインターネットの掲示板で批判されたんですよね。で、お父さんの、いやいや、サッカーの悔しさはサッカーで晴らせっていう言葉で一念発起して、1年間必死で練習してきて、で、このシーンなんですよね。自らこうしてゴールを決めて、で、これはネットでそうやって言ってきた人たち C だよっていう意味の人差し指だったんですね。2年生でこうして結果を残して、で、3年生の全国制覇につながるっていう、ね、おー、そういうことか。国立最終章の時に優勝しているのが富山県勢だから、新しい国立の1回目ですよね。そこで富山県勢がどうなるかっていうのはもう全国的な注目でしょう。アナウンサーチームに手を取り合いながら頑張っていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。